車のドアのすぐ車で来よ。人が寝ようとしたらそれを邪魔しに来よ。裁判モード。そこの元建設業界のところの建物、3階建てのところ、白い。そこに集まってくる奴ら全員見学のために集まりに来と。昔くらい。そこでタモとして話して、淡井圭介寝かさないようにしようとしと。昔くらい。意味のない生き方ばっかりしようですよ。2024年
あいつらが集まらんように口座差し押さえたらええねん。車とか全部売ったらええねん、あいつらの車差し押さえて。そうすればエネルギーの残存の問題を解決につながるわ。余計な建築屋が多いねんから。ケースに見えますね。周りの建物に潜んで嫌がらせを仕掛けに来た連中がものすごくたくさんこの周りに潜んでいたんだよ。だいぶ前から。そのために建設業界はさらに新しく建設していったんだよ。ワンルームのアパートとか、二部屋のアパートとか。安い値段で借りれるようにして、いろんな奴らが宿泊して。どうせ芸能界関係者や。不思議なことに、怒って言ったら絡んでくるやつが極端に減る。針山整骨院に建設業界の人間とかは癒着で入り込んだとかだな。